Hello, こんにちは。 T1VSHLE セカンドゲーム、まずはブルーサイドを T1 今回取りまして、ピックバンがねちょっと極端に良くなかったような気はするよな。ブラウンピックしたけど敵の突っ込んでくる構成相手に守りきれるわけもないし、ダメージもねえし、守るもんもねえし、エンゲージも微妙だし、連戦も勝たなきゃいけない。まあ、さっきのゲームの後半でちょろっと言ったけど、やっぱフェイカーが連を勝つ前提の構成とか厳しそう。トップボトムが自由に好き勝手レーン強いキャラとか選んだ方が、フェイカーが逆にファームだけ食ってても勝つみたいな時が結構多いんで、フェイカーにかなり依存する構成はきついと思うよ。相手も世界王者ゼカ。お、T1 がバイを取った。バイいいね。ジグスが空いてるか。ナサスも空いてる。だよね。バイジグスめっちゃ強そうに見えたからね。ジグスとセージュ、バイと何を取る？バイと人気あるのはタリアなんだけど、おお、セラフィン、ナサス、ナサスミッドかな。でセラフィンサポート、まあ、バイがウルトで突っ込んでセラフィンがウルトバイに当ててウルト伸ばして当てる、まあ、ミッドトップワンチャンサポート、あこれボトムの可能性あるくね。ちょっと待って、これナサスね前回のシリーズ毎回バンされててピックできなかったんだけど、情報によるとゼウス、フェイカーはもちろん練習してて、グマヨシもケリアも練習してたって聞いたぞ。セラフェン、ミッド、ナサス、サポート、いやサポートさすがにないと思うけど ADC の可能性あるよ。でスモールだ、ナサス相手スモールだって感じなんだろうな。まあ昨日はこのナサスに対してガレンってのが流行ってましたが、 HLE 特にガレンを練習してるわけはなさそうですね。 HLE セナバン、あそういえばこのパッチセナクソほど強いパッチじゃん。 AP ビルドになって、そういえばそうだった。HLE ここで懸念番。T1 ジャックス番、ワンチャンオラフあると思うんだよな。 T1 でも AD 濃いな。おいまた HLE レッドゲーム、クソ強構成。一旦レオナ、ジクスレオナ、レオナジクススモールと셋이그냥같이궁극기다던져버리면난리네요。フロントも張れるし、でここでまあやっぱバイと相性いいのは、まあ、セラフィンが結局まあサポートか、さすがに。いや ADC の可能性もあるよね、普通に APC の可能性も全然ある。オラフはやっぱセラフィンといいと思うから、オラフ取る。シェーン、シェンサポートか。いやマジメタがえぐいね。ファーストピック多すぎない？ガレンしかり、オラフしかり、今度はシェンまで。ちょっと待って、 T1 の構成さダメージが、うわレネクトン出すんだ。オラフに対してレネク、逆にレネクトンに対してゼウスはオラフをピックしてた側なんだけどね、前回のシリーズ KT 戦で。まあでも相手メレーも多いし、突っ込んでくる構成相手にレネクってやっぱ強いから。
でまあ序盤強くてタワーダイブもされづらいしってことでベネクフロントライン。いや T1 の構成すごいね。セラフィンは APC だ。サポートだと AP ダメージもないしシールドとかも少なくなっちゃうからね。どうなの？올라프자체가레넥톤세전에대한내성도존재하겠지만반대로전좀불안의선택은그런것같아요올라프에게최대한늦게뚫려야된다그런목적으로트락마치코스결국 T1 입장에서これで負けたらトラックだな。자지금까지토너먼트에서어우근시와 T1 vs HLE 세컨드게임 HLE まあレートゲーム強いスモールだジグスでフロントラインしっかりしてる構成に対して T1 メレー4人セラフィン1人まあゴリ押していくスタイル納金。まあレートゲームはまず勝てないような構成。さっきはレーンで勝ちましょうだったけど今回はレーンで勝つというよりかは集団戦序盤の集団戦で勝ちましょうみたいな感じだね。まあ、レーンも有利取れるだろうしトップもオラフ有利マッチアップでミッドはまあお互いにファーム食い合うでボトムもファーム食い合う感じで、まあ、序盤の集団戦 T1 がセラフィーンのウルトバイのウルトに合わせてみんなで突っ込む。シェンも一応サポートでアルティメットを覚えたらオラフに飛んでレネクトンを狩るみたいな感じだよね。まあ、これもオラフがサイドでタワーダイブするのを、まあ、シェンがウルトで手伝う。しかもイグナイトまで取ってるから確実にレネクトン殺しに行くんだろうな。前回のシリーズでペンタキル取ったこのゼウスのオラフ、これがかなり軸になりそう。ただ問題は火力がね。レンジでダメージを安定的に出す DPS が出るキャラがいないんで。フェイカー79体目のユニークチャンプナサス LCK 初ピックですか。まあ、メレーしかいないわけだから T1 そうなんだよね。タワー取るの厳しいよ。しかもこれスモルダーとジグスだからウルトでどっちもウェーブクリアとてつもなく強いんでかなり遅延してくるだろうね。ミニオンをウェーブクリアされるってことはタワー取れないイコールゲーム時間長引くってことだから、で長引いたらまず T1 の構成また勝てないので、まあ、どう序盤で畳むかだよな。だからスモルダーの Q もぶっ刺さるしね、この構成。みんな4人メレーで射程短いからスモルダーの Q 全員食らうぞ。T1 쪽이이제뭐조합을봐도사실 T1 의조합만봐도좀몰아칠필요성이있어보이는데어이거레오나붙이고레오나가움직이고있는거죠이거바이상대로아바이 Q 를보디블록されたら逃げれないからフラッシュ使った。まあ、お互い、まあ、ジグスセラフィンだからキルは起きないのでサポートは動きたい放題だよね。なんならレオナレベル2でローム、でもシェンはレベル3ですよ。だけどオラフが今来れないタイミング、シェンは通常攻撃ブロックは持ってはいるけどちょっと間に合ってなかったか。どうだ、人数有利だぞスモルダー。このファイトで正直あまり何もできないはず。オーケー、フェイカーにファーストブラッド。방금센서포터의강점이나왔죠상대의평타를무시할수있는챔피언의유니크한특성이그리고챔 W 使ってたか、さすがに使ってたよね。ちょっと見えなかったけど。레오나차후에도더영향을끼칠확률이높은레오나相手もやっぱ通常攻撃無効化刺さるし、レネクトンに対しても刺さるしね。で通常攻撃通んなかったらセジャーニのスタンもたまんねえし、なんかシェンがすげえこの3体全部カウンターしてたね。まあ、ちょっ
만들었던 전투 장면을 다시 한번 보겠습니다. 캐디아가 ここで入ってて、あ、ここで Q ダブル打ってんのか。なんか見づれえな、ブッシュの中だからか。これですげえ耐えたよね、レベル3のサポートが。1.5秒ぐらいね。通常攻撃全部無効化するから。초반상황에서기분좋은1킬을먼저먹었던건 T1 입니다일단네레콘이먼저정비를했으니까그걸 기반으로약간라인을이기는모습도나왔는데어차피뭐올라프도정비를하면상황은해결이될거고요네그러니까바텀쪽이양쪽다좀비슷한컨셉의원딜이나온거라서그러니까 B 원딜로서포터들이돌아다니는흐름에서누가이득을보냐가방금같은장면이정말중요하게작용을하겠죠특히나레벨링이올라가면 T1 초하야이드라곤꼬리로도합류할수있는챔피언이다보니까네여러모로 T1 에게도좋은소식이그라브가내る前난나라그라브も止められたら熱いぞ드래곤을6분전에이제마감을짓고있는팀은そうそうだよね그라브내る前にドラゴン取ってグラブ守ろうっていう狙いよスモルダーが序盤すごい弱いしでもレネクトンが今強いタイミング行動하는 T1 이좀원하는대로할거예요네그럼어떻게연결시키느냐가이제궁금한데그래도유축쪽은이제피넛이넘어가서마무리를일단두개정도를하고빠집니다그래도상대가2つは取られたけど、まあ、ドラゴン早めに取って早くゲーム畳む4ドラ取るってのは大事직스를들고있는팀입장에서는깔끔하게다먹은거아니어도그냥유충스택이쌓여있는거자체가중요하고요아그렇죠2グラブで직스のねタワー取るスピードも上がるしな직스니까역시쉐인1人で取ってる괜히또하고빠지네요황혼강습이딜이꽤세서저런것도잘하죠세라핀이세이프쿠셔다초기파이트でこれが強いんだっけスタック溜まって올라프가그쪽을방어로빠지고있고요集団戦はかなり長引くだろうね캐리아가나가있습니다당장은공백에長くファイトしそうお互い서로좀많이때리고있는데이거여기서레넥을확실히잡아야이득이되거든요그리고로시엔의타운트からの CC が合う完璧だ。で、オラフは CC 無効化があるからね。ジグスもハラスは強いけど、オールインはあまり強くないぞ。못잡았으면라인소화과정에서좀손해를볼수도있었는데요정확한 CC 연계가굉장히빛났었고요やっぱ CC is 正義よ。さっきの構成でなかったのは CC だ。올라프를뚫어야되는데궁극기일단유채화가이제마스코라세주다까라네가타이제딜로잡자딜로잡자그리고이렇게그리고이렇게잡을만해요하하でも1-1交換で、ウェーブクリアも結構したので、今のはワース네과정에서상대궁극기소모도꽤됐고요스몰다봅자결국그렇게되면서바텀지역에반드시잡겠다고해서들어갔습니다만나사스쏟아떼봐레드게임은완전아르노これ나이미치지못하는그런장면이나왔습니다 T1 이라인사업을감행했던레드게임은절대나이이런식으로레넥토는점사를당했을때뭐뭐중반은세다로네세라핀때마지잡아냈고본인들의올라실도또회복이에그이까라나そこにナサスとオラフがシールドもらえば、まあ、中盤はガチで強いと思うから、まあ、終盤は無理だよ。まあ、チェカイプが非常に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 強いと思うから、정글쪽에서도바이가좀더마음이편하다는생각도들고동시에 T1 입장에서앞으로도계속이렇게좀적극적인움직임이나와야되는게결국쉔자체가좀비주류그러니까비주류서포터기때문에저런챔피언들특징이지금처럼잘풀릴때는강점만나오는데밑도오타가이니스타크탐에뜬노가서포터가정석이아닌게티가날때가있어요많이와요오페이커몰아쳐야될여정이네오나이플래시오케이르그래서몰아치기전에뭔가좀방해하고싶어서이렇게썼는데2차2차2차선배를빠졌고에너코들어가서아이번에묶여있는상황입니다만일단은이렇게써도우와これ 쉐인의 アルティメット 入るけど피 うめえ피 뭐 超 베테랑 だけど 大 베테랑 だけど 우まいよな 何でも 使えるし두번째 제차 들어갔던 게 또 스몰 더 킬로 연결이 돼서요 네 하나생명도 어려운 와중에 좀 해냈습니다 그렇습니다 그래서 결국 제카가 200이 됐고요이게아까바텀쪽킬도제카선수가궁으로먹어서맞죠네그냥스몰스몰다니킬ですか기분이좋을여지도있네요
있고 일단은 성장 곡선을 위쪽으로 많이 끌어올리고 있는 제카 선수의 스몰더. 자 다시 보시죠. 자, 잘 깨어냈었던 제카의 출발. 처음에 전멸을 빠지고 이대로 끝났다 생각했지만 欲張ってね Q のスタック稼ごうとしたんだよね。あれ前出て、Eで殺しきれるのに。 それを予測して Q でファーム食うだろってこと予測してステージしてたピーナッツ偉かったね。おお、ナサス相手スモルダー。 パタパタだっけ、あれで逃げれるんだ。ジグス昨日からずっと出てくるけど、こいつが一生ファースト、タワー取ってるよ。全試合取ってる。でセジュアンにレネクト、めちゃくちゃ強いが、オラフ CC 向こう側があるので斧を拾いに行く。タワーがねえからフラッシュを切る。でも T1 ドラゴンは取って、 これドラゴンガチャ大事。ケミテックだったら終わるかもしれない。ヘクステック。おお、危ねえ、ドラゴンガチャ勝った。うわ、フラッシュ持ってねえからレオナが帰ったように見せて帰ってなかった。スモルダーにアシストは入らず。 대신에 바텀 쪽에 많이 모인 거니까. 네. T1도 미드 앞쪽 좀 해놔야죠. 아이템이 보톰 키타카라 미드 프레셔 쓸けど 메레타치 손나 나가게 나그레네. 길어지면 유충을 뺏길 수도 있어서. 네. 최대한 빨리 먹어야 되고. 그라브. 일단 도란도 아래쪽 살짝 움직이는 움직임이 있었습니다만 그 전에 마무리될 수 있을 듯. 그래서 아 위쪽에 대한 방해를 선택하는 대신에 가까이 라인으로 흩뿌려주고 있습니다. 하나 생명. 바텀 쪽에서의 이득을 꽤나 봅니다. 그렇습니다. 직스가 바텀즈 2차 포탑 바로 앞까지 가서 이 정도의 체력 깎아놨습니다. 그러니까 원래 직스가 제일 좋아하는 구도거든요. 타워 철거하기 시작하고 계속 타워 체력 깎고. 네. 언제든 더블 폭탄 던져서 깰 수 있는. 야, 뭐 지그스가 타워 取りに来たら どうしようもね. 와, 셴노 울토 끌るけど 耐えられない. 셴. 2차도 위험하고요. 사이드에 死ぬ 확률 70%. 신뢰성 出てきたな. 아리네다로 と思ったけど. オーマイソロキル。やっぱゼウスなんだよね。オッケー、イグナイトつけてタワーのアグロをもらって、いやでもこれは偉いね。タワーアグロもらったシェンを CC かけて殺しって一時に交換はするけど、いやこれセジュアニが強いところがタワーだいぶ強いよな。 그때 시원하게 한 방 넣었다는 게 중요하죠. 그러니까 뭐가 됐든 올라프는 진짜 무조건 키워야 돼요. 사실은 킬은 없긴ないだろうけど 妨害するぐらいか. 저 까다로운 직수와 스몰더를 저 CC기 사이를 뚫고 들어가려면 올라프밖에 없긴 하거든요. 그렇죠. 어떻게든 제우스 키워야 됩니다. 상대편도 다시 한번 보시죠. 부마이시 좀 깊은 이 부분을 놓지 않았습니다. 딜라시 먼저 붙고. 이 3년 통위는 정말 멋있네요. 한 번에 이제 집합하면서 숨어있던 딜라이트와 순간이동 두 개 활용. 그런데 여기서 제우스가 마주쳤어. 아, 페이스 체크 시작했다니까. 난데 소로킬 음아레탄다로 と思ったけど. 올라프 입장에서 이런 맞기라려고 나오는 챔피언인데 기회 왔으면 싸워야죠. 한번 흡혈을 하고 다시 빠질 생각이었던 것 같은데 마무리가 됐고 레오나까지도 볼 수 있었고요. 노란 그 화이트 키탄. 캐리어가 잡히는 장면이 있었습니다만은 일단 탑쪽에 포탑까지 연결을 시켰습니다. 1차. 단지 이제 지금 T1이 약간 불편할 수 있는 요소 중에 스몰한테 142 스타크. 스타크 야바이네. 나사스 相手してるから ナサス を Q で殴りやすいし。 공성전을 펼치기엔 적합한 조합이 아니라서. 토테츠모나크 스타크 溜まってますね。 직스를 중심으로 작정하고 미드 수상. これ ドラゴンの ペース すごい早かったから 225 間に合わない可能性あったんだけど ワンチャン 間に合うな。 그런 것들 때문에 또 6分 のドラ は 基本 間に合わねえんだよね スモルダー 225。 힘은 진짜 세죠 올라프. 그래도 이게 먼 곳에서 레오나가 쫓아오거든요. 라그나로크는 끝났고. 울토 키레타카라 CC를 가사네라레테 니게라레나이. 페이카? 아타마 카치바르. 크라쉬 쓰카우카 마요테와이르가. 점멸 쓰긴 좀 애매하다고 생각한 것 같네요. 스테라스 뒤쪽으로 밀어내서 미드 쪽의 공백들은 바로 이제 바이퍼 붙으면서 일단 미니언을 제거하는 중.
まあ昭和キャラだから壁を越える性能は持ってないですよ。さすがに。그런와중에 T1이또전령도챙긴걸좀이용할상황을찾아봐야될것같고요일단뭐가됐든네저미들차아무튼밀어야돼요이마나사스가데르토したら카베코에른다로말씀하신그사이드로인원보내고그걸바탕으로스몰도키우고이런전략들이너무잘되고있거든요그렇죠그리고 T1 조합자체가유니크한그런강점들이많은만큼약간정석적으로필요한그런뭐원거리딜러의부재같은것도분명히있기때문에네이지금게임양상자체가요분명히 T1 이그냥꽝싸웠을때할만한건많은데그꽝싸움이안일어나골드 HLE 가유리 T1 굉장히편안한상황 T1 持ってるものはまあドラゴン そして序盤の強さ다시보시죠탑쪽올라프를사냥하는하나쌤이스포츠의모습인데원래이2대1구도는올라프가충분히본인의힘을보여줄수있는건맞는데4명은안되죠이게야시카이나시대제우스突っ込んじゃったね차라리쭉싸우면ソロキルが見えたからでも相手はベートしてただけだった꺼진다음에들어가면힘이빠지죠자결국아래쪽에서뭐나서스가제카를밀어내는장면도있었습니다만뭐탑쪽에서수확을얼렸었고그리고굉장히상징적인직스의미드1차타워그부분은언제깨야될지고민하고있는 T1 입니다일단전력을아직들고있습니다바이가일단당장스몰더의처형스택이완성되기이전에이왕이면싸우고170싶을것같은데예기회찾아야돼요일단강가부터시작これ225来るな4ドラのタイミング、まあ、今はまだ225じゃないから最終進化してないんで処刑がついてないから T1 もちろんドラゴンこれ狙います。デイジュルイもまあ止めに来ると思うんだよね。ヘラルドも出してヘラルド相手が処理する間にドラゴン取りに行く。でもこれ T1 が今一番強いタイミングじゃない？構成としては今がめちゃくちゃ強いタイミングだから戦ってほしいよね。戦おう、HLEも戦うぞ。またスモルダーのスタック溜まってないのに、ここで一応ファイトは狙う。サンドラストレートでギブはしない。おお、バイ、オラフ、セラフィンのアルティメットもらっても突っ込む構成よ。突っ込む、セラフィンのアルティメットが外れた。バックラインに到達しなかった。だけどナサスは行く、オラフはやられた。でもこれオラフがメインじゃね、この構成。いやでもフェイカーのナザス一応敵を追い返す。いやーちょっとセラフィンのアルティメットが後ろについていかなかったね。バイのウルトと一緒についていくのが理想なんだけど、バイのアルティメットめっちゃ遠くに行ってセラフィンのウルトもらえなかったな。いやーこれウルトないと T1 あまりにも弱えぞ。構成がウルト依存度が高すぎるからね。これワンチャンスティールを狙うけど取れない。やばい、ドラゴンが途切れた。オラ誰だ、フェイカーがテレポート使って通れないようにする。ミッドタワーは一応通るけど、うん、スモルダーがまだスタックがフルで溜まってない、進化してないから戦いに行ったんだけど、ちょっと戦い方がどうなってたんだ。バイがウルト切ったけどセラフィンのウルトがついていかないんだよね。でセラフィンもついてってシールドだったりヒールを渡したいんだけど、レネクトンに追い返されていたか、メレーたちにねシールド渡せなかったからね。まあスモルダーだったりジグスだったりが遠距離からハラスしてくるから、ハラスされて HP 削られる前にエンゲージを狙ったんだけど、とっさのエンゲージだったから焦られなかったな。オラフウルト使う、와이게그래서미드1차가밀리긴했지만하나생명이용스택을한번끊어서요네이건스몰더성장시간다벌었습니다결국나중가면원딜의존재감이계속해서빛날거고그렇죠직스의사거리또한저희가최근에낮아봤을땐여전히힘이건재할거고요그렇죠그리고아마다強いけどな構成は多分많이드러난건데 T1 조합자체가한타임이센건맞는데요한타를한번꽝열렸을때거기서승부가나야돼요그게안나고하나생명이다시한번자리잡는순간이나오면어차피올라프궁도꺼지고나머지궁빠졌을때 T1 조합의힘이내려갑니다근데지속싸움으로가면하나생명 e 스포츠가웬만하면이긴다는거예요근데그한방꽝붙었을때그순간에얼마나많은
아사스 350 스타크. 글쎄요. 지금 뭐 제카 이스택이 저만큼 쌓였고 바이퍼도 지금 203을 찍고 있는 건데 노리는 게 한두 군데가 아니네요. 빨간 팀의 포탑이 일단 지속적으로 나서스 쪽 사이드를 압박해주는 한생명 판단도 좋고요. 예. 그리고 이제 스몰더가 220. 지그스 대 타와 토르. 나게도 これ 보통부터 토르따라 오이시크네. 자, 레넥톤도 뭐 레넥톤 히토리자 마모레나이잖아요. 아까 토레르노 가네네크. 야다 일방적인 토레도. 227. 초계가 뜨기마시다. 라인 밀어 넣고 사이드에서 올라프 중심으로 싸운 각을 좀 봐야 될 것 같아요. 야, 그래 T1 바이노 울토 세라핀 아르티멘트 넣게테 오라프 또 나사스가 네 바크라인에 도착しないと 무리다네. 그거를 상대가 뭉치지 않은 턴에 でウルト、そのウルトに合わせて敵のバックラインをワンコンしないとな。手段戦長引くとジグススモールダーに軍配上がるよ。ウルト中に全員ぶっ殺さねえと。バックライン。でこれシェン전멸빠진것도큰게요。원래전멸도발같은콤보가혹은뭐도발전멸이라던가그러니까쉔이이동기겸생존기이면서도이니시에이팅을같이여는초필살기같은건데지금그냥그게지나가다가다빠진거예요그렇죠그리고아까까지는분명한타임이좋았던 T1 은맞는데이게스택이완성된이후부터는하나생명도충분히세져서요지그스의마인필드도우자이다로나확신을가지기가굉장히어려워졌습니다제카가그스택을쌓는과정에서그리고이미2킬을먹어놨던상황이라전반적인상황들이하나생명 e 스포츠가우승할수있는그림들을가고있습니다뭐골드는비슷합니다만느껴지는그체감은좀약간달라질수있는현재시점이됐습니다자그러다보니까좀다른부분도땡깁니다아그래바론타타이때슈단센하야미니옥쓰시카나이요네4ドラ친따라やってたら30分になって相手アイテム揃っちゃうからねスタックも上がっていくわけだしもう戦おうっていうシェンのアルティメットも入ってるセラフィーンのアルティメットは入ったかオラフ入ってて死ぬんだけどなんでこんなエンゲージがうまく決まらねえんだセラフィーンバイエビさんコーチの時に俺たちやりたくもねえのにずっとやってたみたいな形になってるぞ河川さんがバイすげえやりたくなかったもんなセラフィンバイコンボ決まらなくてでもエビさんがやってほしいって感じだったから俺たち何も言えず「はい」って言ってやって5回ぐらいやったけどセラフィンバイのコンボ1回も出なかったそれを見てるみたいバイのウルトにセラフィンがウルトをでウルトが当たってないんだってバイにウルトがヒットしてねだから伸びウルトが伸びなくて敵に当たってないからいややっぱむずいっすよねほら T1 でもセラフィンバイできねえんだから俺たちができないのもやっぱ当たり前だったか좀어렵습니다예이거정확이거명확하게보이고있는골드차이보다훨씬어려워요게임이자오너가그래서옆구리에있습니다좀약간변수를활용해야되는그런상황이됐습니다안보이는시점자미리자리잡고있는하나는これバイの問題これねバイがねバックラインのやつしか持っていけないからなんだろうねセジュアに捕まえるわけにもいかないしでもバックラインは機動力あるからウルト行っちゃうと遠くに行っちゃうで集団戦が始まるこのファイト負けたら終わりですマジで終わりですセラフィンのウルトはフラッシュで避けられる終わってらドラゴン取られた終わってる終わってる構成がトロルにしか見えない、まあ、正直言うと最初からトロルにしか見えなかったけどこのね T1 の構成強いタイミングが限りなく短いんだよな旬が短いんだよ連戦で勝てるような感じでもないしなまたミスが許されない構成で連携がうまく取れずまくられるまくられるっていうか普通に序盤からゴールドユールも取れなかったしな2試合連続いやどうしようもねおおセラフィン強地味に APC セラフィン軽く出るんですよねセラフィンがキル取れ始めたら言うて終わりやろいやでも今のでバロン止めてバロン取れるんだったらワンチャンあるぞ
걸리긴 합니다. 물론 관문은 있어요. 자, 그런데 일단은 기다리고 있습니다만 바론을 치고 있는 모습 지켜보세요. 세즈완이도 솔방울 턴 있고 강타도 있거든요. 세즈완이와 壁を越えられる。スマイトもある。視界も捉えてる。HLE。うわ、ジグスが厄介すぎる。ジグスいて。シェンが止める。しかし、バロンバストができない。集団戦はどうだ？人数有利で、ナサスがプラス12、16。ここで、セジを殺しに行く。殺した。バイが死んだら、バロンが、ちょっと待って、これ。ナサスの Q があるから、ま、有利か？有利か？早く取って取ってくれ。あーうわナサスの Q、 さすがにシーンが入るからトリフォン入るからまあやばかったけど勝つよな。勝率は高かった。でもこれやるしかない。ここでやらなかったら結局ゲーム負ける。もう泥臭い試合やるしかないよね。ソロ級みたいに構成がソロ級だから。いやでもマジでバイが全然噛み合わないな。やっぱバイ構成で大事なのは遠距離アルティメットかジグスしかり。セラフィーも理論上は強いはずなんだけど、ここでまあバロンのダメージプラスセラフィーンの Q がねなんかすごい当たり続けてね。セラフィーンがまあドフリーではあってセラフィーンのダメージが思ったよりも強い。みんな無視してたけど。자결국바론앞에서의치열한전투끝에바론을두르고있는건 T1 입니다. 그래서 어느 정도 하나섬의 e스포츠가 뭔가 승리를 잡은 듯한 느낌이 었는데 오케이, 이 바론でどれだけ有利取れるかだ。しかし相手はスモルダー、そしてジグス。ウェーブクリアすごい強くて、こっちはメレー4人でレンジは唯一セラフィンだからタワー殴れねえ。これタワー取れんのか。バロン取ったらいいけどタワー取れなくね。もう戦いたいよね。でも戦ってくれないからね。おでも戦ってくれるよブラザードラン。そうだよな、ブラザーを見つければいいわけだよ。何やこいつ。来たか。そういえばサウジでもな、T1 案いたしな。いやでも正直これドラン死ななかった場合タワー取れるかどうかすごい気になったけどね。多分取れなかったと思うんだよ。スモルダーの Q もあってウルトもあってジグスもいて。いやでも今のでタワーも取ってキルも取ってゴールドやっと有利は取ってる。でも28分で1000ゴールド有利足りねえ。スモルダー8キルジグス40-10。でもセラフィンさっきのファイトでめっちゃキル入ってデスキャップコンプリート。火力ももちろん上がるけどシールド量だったりヒール量も上がるからフロントラインのオラフナサス、まあ、バイもタイヤスコはなるで耐えればオラフが常に殴り続けれれば回復しつつ CC 無効化にして敵をなぎ倒す構成ではある。シェンのアルティメットもレベル2になってシールド量も大きくなった。セラフィンのデスキャップのシールドプラスシェンのアルティメット、これでもうこのタイミングでゴリ押すしかない。 HLE は正直ドラゴンというかもう知らないように立ち回るんじゃないか。できるだけ遅延して T1 はもう敵全員ぶっ殺しゲームエンドまで見たい。いやもうこれもうバックライン見てよ。ジグスとファッキースホルダーがクソ遠くにいるわ。ボディーガード 目の前に3体出してめちゃくちゃ遠くにいる。だからバイがウルトで突っ込めねえ。突っ込んだらセラフィンのウルトついていけないからね。でも突っ込めなかったら結局射程負けするから削られるぜ。突っ込むしかないよ。ドラゴン取られた。手段戦はどうだ。でもバックラインに到達できない。相手がジンクスとかベタ足だったらいけるけどスモルダージンクスはブリンクあるのよね。
와중에 강타 싸움도 이겼고요. 야, 오크니 이게 나갔다라 오아리다요. いやこれそうなんだよな。ランブルのウルトとかジグソのウルトじゃないからバイのウルトについていけるのがセラフィンのウルト。まあ味方がねバイに当てないでなんか他のやつがセラフィンの前に立てばいけるっちゃいけるんだけど、それが必要じゃね。もう1列に並ぼうぜ。敵の魔王界がウルトが敵の魔王界のウルト飛んできたみたいな感じで陣形取って一列に並んでサラフィンのアルティメットを伸ばそう。どっちみちバイはバックラインに入んなきゃいけないわけで、でもバックラインに入るバイにセラフィンをウルトで合わせられないから一列でみんなで並んだら伸びる。いやこれマジでこれしかなくね。一旦一列に並ぼうバイの強引なバックラインのエンゲージ、セラフィン一人じゃ無理だって。基本縦1列クソ弱いけど横1列の方がいいと思うけど、これセラフィンのウルトの関係上ね、味方に当たると伸びるから。でも本当にそうだって、これトロールに聞こえるけど結局バックライン捕まえないと勝てないから縦1列行こうぜ、前習え。ただスモルダーのキュートがぶっ刺さるんだよ。確かにお母さんに焼かれるな。マジか、すれ違ったー。うわー、 GA 持ってるバイがいたんだけど、これ GA なくなったらもう特攻できなくなるよ。裏からフェイカー一旦ウェーブを止めてゲームエンドは阻止。ただ相手がバロン行くのは絶対に止められない。いやー、ピーナッツがバイを素通りして奥のセラフィンを殺しに行く判断えぐいな。おい、ピーマジでうめえや。マジかこれ。判断えぐいな、おい。マジで判断いいね。バロン行くふりしてセラフィン狙おうって言ってる、コール。そこからセラフィン。もう最初からセラフィン狙うつもりではあったんだけど。バロンベートからのセラフィンを狙うっていうやつだったね。セラフィンがフラッシュがなかったからかな。ベタ足で柔らかいし唯一。そうだよな、遠距離アルティメットで合わせられるからな、レオナ、ジグスで、スモルダーで。バイは HLE の構成に行きたいだろうな。バイのウルトに合わせるものがないもんね。前回もバイピックした時 T1 なんかバイに合わせられなくてオーナーマジ悲しみ背負ってたんだよ。俺突っ込んでも誰も合わせられないじゃんみたいな構成でバイ使ってたから。そうなんだよね、これ前回もそうだったよ。そういえば最近のシリーズシーズン中バイのウルトに合わせるのはやっぱジグス、ランブル、エズリアルのウルトとかそっち系だよな。タワー下ではあるけど、この時間帯のタワー下なんてもう関係がねえ。いや、いや、ゼウスがアウトプレイした、囲ってはいるが、いやでもスモルダーえぐいって。400スタック溜まってるってこいつ。3分、くっそナサスがゴミキャラにしか見えねえ。あれこのチャンピオンなんで流行ってんだっけ、このクソ昭和チャンピオンがよ。あー、もうゾニア出たった。
ゾニア出る前がこの構成の唯一のチャンスなのに。4ドラヘクステック4連続。결국대카가커버리면서조합힘이너무세졌고요거기에다마공영혼이건말안됩니다직스스몰더인데마공영혼이들어간다더군다나깔맞춤으로그냥공속쿨감다가득채운스몰더직스면요 와이거답없는데요 T1 진짜이거아래실제나사스때난데하였단다っけなんかのカウンターで入ってなかったっけ？なんでこいつ先出しキャラになったんだ？ ADC メタで ADC に対してダブルが刺さるからってことじゃないの？あ、懸念か。そっかそっか。懸念、そうだよね。懸念のカウンターとして出てきたのに、こいつなんか急に先出しされるようになって、おかしくなってる。昨日はガレンにボコボコにされて。W がまず意味がないんだよな、スモルダーは。スモルダー、ジグス相手、W 刺さりますかって話。そもそも、ウィザーが強いわけじゃん。アタックスピード下げて、機動力奪うっていう。ジグス、スモルダー、機動力奪えないし、ブリンクあるから。でアタックスピード下がっても関係ねえのよこいつら。だからまずナサスの利点が消えてんだよね、そもそも。で機動力ねえわけだからどうしようもないよな。スキルファイターには効かんぞナサスのウィザー。トリス相手とかだったらいいけどね。これナサスもナサスで機動力ねえから捕まるんだよな。ラークできるキャラじゃないって。タイマンは強いぞ、タイマンは鬼強いぞ。やばい、ウルト切れた。다시한번또하나생명이스포츠가나서스정리했으니까라인관리하면서마일단나서스가와크마데와타에까내려옵니다다시한번미드쪽으로이동하고있는하나생명이스포츠그나마세라핀이클리어가좋은편은맞아서올라프랑같이한번최대한지어봐야될것같고요네지연시켜야됩니다바텀세이저하니까미니언을몰고옵니다물론아래쪽슈퍼미니언끼고들어오는거는이건한타를봐야될수도있어요근데여기에이제세라핀이막으러가면미드가뚫려요자미드쪽포탑날렸고헌터에들어갑니다일단억제기도파괴하고있는하나생명이스포츠그리고아직나서스공백20초자그공백또하는수비나서스20秒뭐이그나이터つけて相手가포탈을노래ないようにした모바일점화를콤보로썼죠지금네모바일전멸이아닙니다네 자그럼또이번에상대편압박도한번은더견뎌냈습니다 T1바론이한10여초남아있습니다15초정도와이게미드랑바텀억제가밀린상황이라그냥대치하다보면바론쪽주도권을완전히내주는게 T1 이라서요차라리본인들이침각을봐야돼これもうバックラインがゾニア出てるからね。バイのウルト無効化にしてセラフィンのウルト外れたらもうゲーム無理だよな。突っ込む構成だからやっぱレネクトンもね、相手が突っ込んでくれるから強いよね。ジグスマインで止めれるし、いやーどうなる、狭いところでセラフィンのウルトが全員に入ればだけど、相手はうまくストップアッチを使って裏からオラフ来るけど 1v3、 なんならセジョアニが戻って守りに来た。オレンジ전차는멈추지않아트리플킬을만들어냅니다체카가아이게하나생명의무한궤도인가요자원으로잡아때려달려가는데요달려들어서한번붙어봅니다레오나가이미달라붙었고그원으로해서체카가또한번오레오나強すぎるって지금은단구말수리로구말수리로더이상빠져나갈공간이없습니다페이커도이제는자신의본질에서도없습니다이제는뒷걸음질칠곳이없습니다그나머지인원들이넥서스에붙어있습니다구마을신량에서올라가는세전가있죠결국이세트의넥서스도이렇게파괴됩니다스몰다16킬을取ってるわそりゃそうだよな。メレー4人なんてもう
ドリームだよな、スモルダーからすると。ベタ足のメレーどもが Q 全部食らってくれて。OK。 いや、もうタイミング完璧じゃん。よし、まあ、こっからね、G2 も俺0-2まで見て、寝て起きたら3-2で勝ってたし、ピックバン変われば分かんないっしょ。でこっからシャルルハイ見ます。はい、あと3分でシャルルハイ始まるんで、なんと、ミラー券もらえましたんで、ここからシャルルハイを、まあ、見ていきたいと思います。まあ、本配信もあるんですけど、まあ、僕はちょっとミラーをさせていただきます。